ブライアン・ジュベール、ブライアン・ジュベール、1984年9月20日帯は、フランスのフィギュアスケート選手、男子シ,シングル。2007年世界選手権優勝、欧州選手権優勝3回。2002年ソルトレークシティオリンピック。2006年トリノオリンピック。2010年バンクーバーオリンピック。2014年ソチオリンピックフランス代表。 1984年9月20日、フランスポワチエで生まれた。生後11ヶ月の時、武道球菌感染症で片方の腎臓を摘出。母国では2004年に1964年のアラン・カルマ以来久々の欧州チャンピオン、同年の世界選手権で銀メダリスト、そして2007年に1965年のカルマ以来のフランス人世界王者となった。 2002年から2011年にかけて達成した欧州選手権での10大会連続メダル獲得はカール・シェーファーと並び歴代最多記録、また獲得メダル数も歴代最多タイ記録である。フランスのスポーツ紙、レキップのフランススポーツ選手人気トップ40の冬季競技の競技者としては稀な常連ランカーで、とりわけ女性と高齢者からの支持が高い。また、 多数のテレビ出演及び雑誌のグラビアページを飾ることがある。とりわけ2004年度のミスフランスとの交際が報じられた頃には顕著であった。ウィリアムズ症候群患者のサポーターとしても知られ、チャリティ活動にも取り組んでいる。日本のテレビ番組 NHK スペシャルミラクルボディ第3回フィギュアスケート NHK2010 年2月14日放送にて、 大都市のクラブからの誘いを断り、故郷の町ポワチエで、慣れ親しんだ場所で落ち着いて練習したいからと練習し続けていることや、精神を落ち着かせるために趣味で熱帯魚を飼育していること、試合直前には体重が増えるのを避けるために炭水化物を摂取せずに、母親の作ったカリフラワーのピューレを食べていること、ジュベール本人は自分の功績の6割は、 母のおかげと発言している、とが紹介された。2006年と2010年に、本国で自伝を出版している。トーループとサルコーで4回転ジャンプを飛ぶ選手で、真のスケーターなら、ショートプログラムでも4回転を飛ばなければならないと、述べたことがあるほど4回転への思い入れは強い。4回転のトーループを SP と FS の両方で飛ぶ、ことのできる数少ない選手である。 当ジャンプ、当をつくジャンプを得意なものとして発言することが多かった。震災点システム以降からしばらくの間、四回転ジャンプを回避する選手が大多数を占めていた。時期でも四回転を飛び続けた数少ない選手で、荒川静香は彼を四回転を守った功労者と評している。2006年ロシア杯のフリースケーティングにおいて、 史上4人目となる3度の4回転ジャンプに成功。2013年2月のオランダハーグでのチャレンジ杯で、公式の国際試合において100本目の4回転ジャンプを成功させた。これまでの男子シングル選手の中では最も多い数で、ある。スピンを苦手としていたが、ルシンダルーの指導を受けて、改善を図ってきた。ジャンイコール、クリストフ・シモンは、ジュベールを、 生まれながらの競技者と評している。好きなスケーターとして、アレクセイ・ヤグディン、エルビス・ストイコ、カート・ブラウニングを挙げている。エフゲニー・プルシェンコのコーチであるアレクセイ・ミリーシンに一時、ヤグデンのコピーと揶揄されたことがあるが、これについて後日ジュベールは、ヤグデンに似ていると言われるとしたら、光栄だと語りつつ、それに続けて、自分の演技を確立して、 男性的で現代的な演技を極めたいとしている。4歳の時にスケートを始めた。本当はアイスホッケーがやりたかったのだが、母にスケートをやっていた二人の姉と同じことをやりたいと言ったところ、フィギュアスケート教室に入れられてしまった。しかし、ジャンプが楽しかったのでフィギュアスケートにのめり込んでいった。2001から2002シーズンの ISU グランプリシリーズスケートアメリカでシニアの国際大会にデビュー。フランス選手権で3位に入ると、初めて出場した欧州選手権でいきなり3位に入り、ソルトレイクシティオリンピック出場を決めた。同大会フランス選手団の最年少選手だった。2002から2003シーズンは躍進の1年間となった。アレクセイ・ヤグリンが棄権したスケートアメリカで優勝し、 初めて進出した GP ファイナルでも3位に入った。欧州選手権では2位に順位を上げ、世界選手権では6位となった。2003年10月、長年支持してきたベロニク・ギヨンの元を離れ、ローラン・デュプイの指導を受け始めた。2003から2004シーズン、当時ほぼ無敵の強さを誇っていたエフゲニー・プルシェンコを破り、欧州選手権初優勝を果たした。世界選手権は、 プルシェンコに次ぐ2位となった。2004から2005シーズン5位に終わった GP ファイナルの後、コーチをギオンに戻した。欧州選手権は2位となったが、世界選手権では一転 FS でミスを重ねて6位に沈んでしまった。この後再びギオンから離れてアンドレベレズインツェフに支持する。2005から2006シーズン、一時期ギオンに着いたが、 結局、ベレズインツェフのもとに落ち着いた。出場した試合のほとんどで表彰台に上がり続けたが、トリノオリンピックは FS においてジャンプのみが目立ち6位に終わった。直後のカナダで行われた世界選手権は SPFS ともにミスのない演技を見せたものの予選との合計で2位であった。2006から2007シーズン、コーチをジャンイコール、クリストフ・シモンに 振付師をカート・ブラウニングに変更。GP シリーズエリック・ボンパール杯、ロシア杯、GP ファイナル、欧州選手権、世界選手権とエントリーしたすべての主要国最強議会で優勝した。これは2000から2001シーズンのプル選考以来のことで、ある。世界選手権のおよそ1月前に、右足甲をスケート靴のブレードで突き刺す怪我をしたが、 世界選手権への強い思いからわずか4日で表情の練習を再開し、優勝をさらった。2007から2008シーズン、GP シリーズスケートカナダで優勝したが、エリック・ボンパールハイはウイルス性疾患による体調不良で欠場した。欧州選手権もまだ体調は戻りきっていなかったが、3位で初出場以来7年連続の表彰台を死守した。 世界選手権は SP で4回転プラス3回転のコンビネーションや3回転アクセルを決めスピンやステップでも異演技だったものの3回転、ルッツの点灯と音楽、ディダクションを課せられたことなどもあり6位からの出発となった。FS では4回転ジャンプとすべての種類の3回転ジャンプを含めて大きなミス異演技を見せた。しかし、 続く最終滑走者のジェフリーバトルが総得点で上回り、ジュベールは2位となった。2008から2009シーズン序盤は、スケート靴のブレードが合わず部長が続いたが、GP シリーズロシア杯で優勝。GP ファイナルは公式練習中のひどい転倒で、腰を痛めて FS を危険。なんとか出場しようと地元のハリ氏の治療を受けたのだが、帰って悪化してしまったという。 フランス選手権も、その怪我により欠場した。欧州選手権では3度目の優勝を果たし、世界選手権では3位となった。2009から2010シーズン、コーチを再び、ローラン・デュプイに、振付師をアルベナ・デンコバマキシム・スタビスキーに変更。11月25日に、右足の人差し指と中指を、ブレードできる怪我をして、緊急術をし、 一ヶ月以上降臨に乗れない時期を過ごし、GP ファイナルとフランス選手権の欠場を余儀なくされた。怪我を抱えたまま三度目の出場となったバンクーバーオリンピックでは、SP で4回転からのコンビネーションジャンプ、3回転ルッツをそれぞれミスし18位、FS でもジャンプで制裁をかき16位、総合16位に終わった。優勝候補の1人と目され、 フランス国内では加熱報道がなされていたため、この結果に対してバッシングが起こり、精神的にきつかったという。自分を証明したかったと語った、世界選手権では大会通じて3度の4、回転ジャンプを成功するなどして、銅メダルを獲得5年連続で表彰台に立った。2010から2011シーズン、コーチを再びベロニク・ギヨンに戻す。 中国杯は4位、エリック・ボンパール杯は SP 終了後に異兆円の悪化で棄権した。フランス国内ではこのことから引退の噂も立ったが、エリック杯の3週間後に行われたフランス選手権で7度目の優勝を果たす。欧州選手権では SP で3回転ルッツで転倒し7位と大きく出遅れたが、FS で1位と挽回して2位となり、 初出場以来10年連続の表彰台を死守し、ウルリヒ・サルコーとカール・シェイファーが持つ、欧州選手権での最多メダル獲得数記録に並んだ。世界選手権では SP で4回転、トゥループを失敗し、最終グループに入ることができなかった。FS では4回転、トゥループで2.57もの加点を得るなどして4位となったが挽回することはできず、6年連続の メダル獲得には至らなかった。2011から2012シーズン、背中の故障のため、中国杯とエリック・ボン・パール杯を欠場した。フランス選手権で復帰し8度目の優勝を飾った。しかし、続く欧州選手権では8位に終わり、初めて表彰台を逃した。コーチのギヨンは引退を進めたがそれを拒否し、練習試合として臨んだ国際。 B 級試合チャレンジカップで優勝。そして、世界選手権では、国際試合の SP で2年ぶりに80点台をマーク、FS でもスピン等のレベルを取りこぼしたもののノーミスの演技で、4位、表彰台は逃したが復活を印象付け、母国の会場を沸かせた。国別対抗戦でも3位となった。2012から2013シーズン、地元ポワチへのリンク回送のため、 拠点をパリに移し、インセップに入学。コーチも、アニック・デューモンが、新たに就くこととなった。前年の SP に、ジュゼッペ・アリーナによる手直しを加え、f s を、アルベナ・デンコバー&、マキシム・スタビスキー振付の新しいものとした。体調不良のため、中国杯を棄権。山焼けに出場したエリック・ボンパール杯では4位となった。12月のフランス選手権は、 流感のため、直前に危険を決定せざるを得ず、体調不安の色濃いシーズン前半となった。12月に、デュモンの指導下から離れる。同時に練習場所を、パリ郊外のシャンピニーイコールシュルイコールマルヌから、ボワチエから距離が近いラロッシュイコールシュルイコールに、移し、単独で練習を行っていたが、1月に入ってから、パリに戻り、新しくカティアクリエがコーチとなった。 そして FS をグラディエーターに変更した。欧州選手権では SP で3位、FS では5位、トータルで4位となった。世界選手権では SP で5位につけたが、FS ではザヤックルールに違反したため得点が伸びず、総合9位に沈んだ。ルール違反に気づかない観客や関係者からの不満の声が上がった。本人は審判には評価されなかったが、自分は 自分の出来と観客によって十分に報われたと感じていると述べた。2013から2014シーズン、2013年9月、地元ポワチェのリンクが完成したため、帰郷。拠点も戻した。準備不足のため、テストイベントのフランスマスターズとグランプリシリーズのスケートアメリカ棄権。スケートアメリカに関しては、フランスのスポーツ紙、レキップは、 マスターズを棄権したことに対する連盟による制裁措置と報じた。NRW 杯に出場し2位、フランス選手権でも2位。12月からはニコライ・モロゾフを新たにコーチに迎えた。4度目のオリンピックとなったソチオリンピックでは SP で3位から1.12点差で7位となり、表彰台入りを物国内では願う声が多数起きたが、 FS で2度の4回転ジャンプに成功するも後半にミスが続き13位。競技からの引退を発表した。2014年7月にロシアでカタリナ・ゲルボルトとコーチのオーレグはシリエフと提携して訓練を受けた。その後、ロシア代表としてゲルボルトとペア結成と報道されたが、ジュベールの母はそれはテストだったし、彼はロシア代表として競技することを否定したと述べた。 2014年11月にアマチュア競技会から引退することを口にし、私の競技生活は終わったとフィリップ・キャンデロロラ関係者が明らかにした。なお、ジュベール本人はメディアやファンに対して明確な引退意思表示を避け、ツイッターでは冒険を応援し続けてくれてありがとう。自分が冒険し続けることを受け入れてくれてありがとうと、遠曲な表現でダンスを冒険に見立ててファンに 感謝の意を表している。2014年の秋に TF1 で放送されたダンシングウィズ・ザ・スターズのシーズン5では3位だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。